学校運営協議会とは、教育委員会が個別に指定する学校ごとに、当該学校の運営に関して協議するために置かれる、機関のことである。地域社会が運営に関わる、公立学校においては、中核をなす制度である。2016年4月現在、小中学校を中心に2806校に設置されている。1990年代末頃から、 日本では世界各国におけるコミュニティスクールや学校評議会、学校理事会の取り組みが紹介され、保護者や地域住民などが公立学校の運営に積極的に関わることについて注目されるようになった。2000年12月22日には教育改革国民会議報告から教育を変える17の提案マイナスが出され、それには地域の信頼に応える。 学校づくりを進めることや、新しいタイプの学校の設置を促進することが、含まれていた。これを受けて、新しい学校運営の制度も検討されていった。2004年3月4日には、文部科学省の中央教育審議会から、今後の学校の管理運営のあり方についてという、題名の答申が出された。そこでは、保護者や地域住民が一定の権限を持って、 運営に参画する新しいタイプの公立学校についても述べられ、そのような学校の運営について、協議を行う組織を設置することが必要と考えられることが記載されていた。この中央教育審議会の答申を具体化する形で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、学校運営協議会は2004年9月9日から、 法廷の制度となった。教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、所管の公立学校である、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に対して、学校運営協議会を置く指定をすることができる。ただし、市町村の教育委員会が、職員のうちに、 県費負担教職員である者を含む学校に対して指定を行おうとするときは、あらかじめ都道府県の教育委員会に協議しなければならない。学校運営協議会は、当該学校の運営に関する事項について、教育委員会、または校長に対して意見を述べることができる。また、当該学校の職員の採用その他の任用に関する事項については、 職員の任命権者に対して意見を述べることができ、学校職員の任命権者は、当該職員の任用にあたっては、学校運営協議会から述べられた意見を尊重するものとされている。学校運営協議会が置かれている学校の校長は、学校運営に関して、教育課程の編成などの重要事項について、基本的な方針を作成し、 学校運営協議会の承認を得なければならない。学校運営協議会の委員は、当該学校の所在する地域の住民、当該学校に在籍する幼児、児童、生徒の保護者、その他教育委員会が必要と認めるものについて、教育委員会が任命する。なお、教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を、書くことにより、当該学校の運営に、 現に著しい支障が生じ、または生ずる恐れがあると認められる場合においては、当該学校に学校運営協議会を置く指定を取り消さなければならない。ありがとうございます。